走出去的路上受到即使受到打压，我们也用实际的行动去告诉国际社会，台湾不会因为压力。蔡英文総統が同系の旅を終えて帰国した数時間後に、外交部が国交樹立国エルサルバトルとの国交断絶を宣言しました。总统出访回来之后，那当然这个针对性也是非常的强。我们对于中国。胡少将外交部長は、エルサルバトルは断交前、台湾に巨額な資金援助と同国の港湾建設計画に協力してくれることを求め続けていた。国交断絶は中国の金銭外交との因果関係を否定できないと分析しました。呉外交部長は、港湾建設計画の総工費は非常に大きく、公開できないと述べました。外交部は7月から関連の消息を把握しており、呉少将部長は7月14日にエルサルバトルを訪問しましたが、やはり過去85年間の友好関係を挽回できず、両国の外交関係にピリオットが打たれました。これは呉少将氏が外交部長に就任した後、国交断絶を宣言した3つ目の国です。蔡英文政権が発足して2年で、外交関係を断絶した5つ目の国交樹立国でもあります。現在、国交のある国は17カ国しかありません。再び最低を記録しました。これは中国大陸に圧迫された台湾の国際社会における苦境を浮き彫りにしています。